私めちゃめちゃユルシカ大好きで、好きなバンドなんですかって言われたら一番最初にユルシカって答えるぐらい好きで、まさか大学の部活でユルシカやらせてもらえたなんてちょっと嬉しすぎて、もうメンバーに感謝しかないです。本当にありがとうございます。Thank you.
レプリカント。準備させていただくんですけど、何喋ろうかな。ヨルシカ知ってる人、まあ、多分いっぱいいますよね。ヨルシカ有名ですよね。ヨルシカの楽曲ってなんか物語調というか小説っぽくなってるのが多分特徴だったりすると思うんですけど、誰か椅子を彼にいただけますか。アコーギを使うのでアコースティックっぽくりょうごさんに座ってもらおうと思います。そう、ヨルシカの曲がなんかストーリーがありそうな歌詞なんですけど、まあ、何個かストーリーがあるみたいで、主なものでいったらさっきの宝木版のドレベタとパレードと1、2曲目がエイミーとエルマっていう男女のお話がを、まあ、表してるという書かれてるもので、
まあ、考察とかいろいろ出てたり、ナムナさん、ヨルシカの作者さんなんですが、こういう物語ですって書いてるものとかもあるので、気になった人だったら調べてみてください。Thank you.